で太ももを触っていきますね。痛い股関節の疲れに出やすいところですね、これね。右でこれってことは？無理だと思う。よいしょ。っていうのは体がねよく効いてる証拠ですっていうことなんですね。交感神経と副交感神経っていうのが、支配神経の中にあるんですけども、それがねスイッチするときにね鼻水が出たりとかするんです。もう鼻水ところじゃない。だからね悔しいけどね、体はめちゃめちゃ痛いけど体はめっちゃ効いてるって思ってるんですよね。じゃあ我慢する。回転するのは危ないからね、気をつけてください。座り仕事、立ち仕事？立ち仕事。立ち仕事。もしかしたら立っている時に左足に重心がかかっているのかもしれませんね。腰を触っていきます。で頭から、ね、こう神経が出てて、お尻の疲れを、腰の疲れとか背中の疲れとして頭が間違えてしまうことが多いんですね。なのでしっかり緩めていきます。動画見てたら知ってると思うんですが、私がわざわざ説明するってことは痛いよってことですから頑張ってくださいね。で股関節がこう上がってきてるっていうのはだいぶ、ね、このお尻が、ね、だいぶ硬いってことなんですね。はい、じゃあちょっと